どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、2018年12月16日に行くガズレレイン沖縄。沖縄初上陸ですよ。15日那覇、16日は宮古島です。それを記念しまして、沖縄をイメージさせるあの名曲、サトウキビ畑。あの森山良子さんのあのメッセージソングをこのちっちゃいウクレレでガズレレ流にやってみます。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン、後半はコード進化同じなんですけど、やっぱアルペジオでちょっと心を込めて奏でるちょっとかっこいい版ということで2通りやります。最後までご覧になってください。さあウクレレです。簡単なんですよ。でね、弾いて歌う弾き語り、これがもうすごく楽しくて本当にね、いい気分になれるというかね、もうぜひ皆さんに始めてもらいたいんです。で、音楽ってやっぱ皆さん結構好きじゃないですか。でもね、やるともっといいんです。それがわかります。他の楽器ではね、難しいんでね、ウクレレは簡単ですよ。ただし奥も深いですからね、ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレちょっと一緒に触るだけですぐ弾けるようになりますからね、本当に。YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見れるし、ただですから。どんどんやっちゃいましょう。はい。で、ここにちょっとしたリンク貼るんですけど、そこのリンク先の初心者レッスンはここというところ行ってもらって、数字の1から順番に動画を見てるだけでそうなります。じゃあリンク貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。はい、行ってらっしゃい。そこにはすでにもう650曲以上のあらゆる曲がウクレレレッスン用超簡単アレンジになってますんで、ぜひともご覧になってください。では早速。心込めて。サトウキビ畑。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2。ザワワ、ザワワ、ザワワ。広いサトウキビ畑は、ザワワ、ザワワ。佐藤きび畑、シンプル簡単バージョン4つ弾きで
やってみました。この曲ですね、すっごい長いんで8分ぐらいね、あるようなんですけれども、今のこれ、つまり1番から2番、3番、同じパターンを繰り返すっていう曲のパターンでですね、こう淡々と進んでいく、まあ小説みたいな感じなんですね、詩を読んでるような感じなんですけどね、今のガズレレ流ではショートカットアレンジで1番と6番の歌詞だと思います。を、やってみました。フルでやりたい方、コード進行一緒ですね、歌詞を書き足していくとできるようになります。その時の参考になるように私のノートを見ていただいて、これと、まあ、似たような感じで書いていただくとですね、頭に入るんで、ノートに書くのおすすめです。まあ、すごいシンプルなんですけど、ですね、ここですね、ちょっと難しい人はずっと C でもいけると思うんですけど、まあ、ちょっとコードはそんな難しくないんで、一応初心者バージョンもこの感じでいこうということでやってみました。でですね、これでワンブロックなんですね、つまり。メモってください。ここはね、夏の日差しの、ここはためてやる感じでしたね。なんでこう、動画と一緒にちょっとこの感じを、やってみてください。で、ここからまあ、次の、番号の曲、ブラスやる。これはだからここまで、ここが1番で、ここからここ6番ってことなんですけど、はい。コード進行全く一緒です。歌詞が、ここだけ違いますね、この2行がね。あ、1行か。はい。で、ここだけ変わるという。そういうなんかこう淡々としたこう、イメージの曲でございます。歌詞の内容もね、やっぱり、はい。で、またザワワをやって終わったというガズレレ流アレンジになっております。はい。ちょっと参考まで見て、一時停止でメモってください。はい。じゃあ出てくるコードを解説しましょう。C、A7、F、Dm、G7、E7、Em。一見これ多いように思うんですけど、これはね、結構基本のコードです。で、まあ、A7 もこれ一本なんで簡単、まあ、後で解説しますけど、これ基本的には、いつも出てくる、このガズレレ必須コードという、コードのグループです。これ8個のコードのグループを指してるんですけど、コードっていうのは星の数ほどあるんですが、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで、私と一緒に動画で合わせる人は、このガズレレ必須コードという8個のコードを覚えるだけで、ほぼできるようになる。基本中の基本のコード。それを以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画のリンクをここに貼っておきます。時間ある方ここでコードの勉強ですけど分かりやすいです。で今日はその中でも解説してるかな、ちょっと A7 ってこう簡単なんでね、まあ一応一個だけここ一個さえだけ良かったです。これはい、これ A7 ね。はい、あとはガズレリースコードなんでちょっとやってみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきますが、アルペジオという弾き方でやると思います。こうです。はい。これ分散和音というアルペジオと弾き方なんですけど、この弾き方、以前私、解説しているリンクをここにあります。ここはですね、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページで、その中からアルペジオを探して練習してみてください。これはですね、本当にこう、細い糸をこう紡ぐように演奏したいね。そういうなんかこう、なんていうかな、良さがあると思いますね。淡々とね。なんで、あとは、歌はね、やっぱり感情を込めて、テンポまでこう、ゆっくりこう、ストレッチさせて、感情まで、その、テンポのコントロールも感情表現の一つとしてできるような感じですね。やってみたいと思います。はい。では、サトウキビ畑、かっこいいバージョン、やってみます。1、2、3。ザワワ、ザワワ、ザワワ。広いサトウキビ畑は、ザワワ、ザワワ。父の
の日差しの中でざわわざわわざわわ広い里を君だけはざわわざわわざわわ風が通り抜けるだけ。せーの、佐藤きび畑、かっこいいバージョンやってみました。このゆったり伸ばしてこ感情をこう入れ込むみたいなね、そういうことがこううまくできるようになるといいと思うんで、あんまりこう小手先のテクニックっていうよりはこの全体像がやっぱりいいですよね。やっぱメッセージソングですんで、はい、心を込めてやってみそう、見てください。ありがとうございます。はい、ガズレレホームページご覧になってください。ここにリンクも貼っておきます。はい、その他の情報はここから、ご案内します。それではさよなら。12月沖縄行きますよ。沖縄那覇と宮古島です。来てね。12月15、16、もうさ、ウクレレといったら沖縄似合いますから、もう一人でも大歓迎です。待ってます。はい、 CD 出してますよ。 CD ガズの CD レッツゴー最高、ただいま Amazon で発売中ですけど、タワーレコードでも販売開始になりまして、来年1月17日は、新宿のタワーレコードインストアイベント決まりましたので、皆さんお時間空けといてくださいね。ホームページにそのこと書いてありますからね。はい、で年が明けたら大阪名古屋行きます。1月19大阪、1月20名古屋、待っててください。本もいろいろ出してますよ。ほい、主婦ともから出てるガズのいいことばっかり言ってる本、生き方、楽しみ方、音楽で、はい、もうこっちはリットミュージックから出てる教則本、これもめちゃわかりやすいですから。はい、いつものこれガズレレ歌本シリーズもボリューム4まで出てますが、来年5出ます。大阪と名古屋で発売します。先行発売、はい、ああ盛りだくさんだ。さよなら、バイバイ、じゃあ。